はい、そろそろ時間も押してきましたので、これくらいで、ちょっと今日はまだまだ本当に時間が足りなくて、森さんも本当忙しい中、開始時間の直前にお越しいただいて、それでどうしても6時には次のお仕事があって出られなくてはいけないというような状況の中だったんですけれども、先ほど途中でそのテリアさんがおっしゃっていたそのコンテクストというか文脈、何かの文脈の中でもちろん作品はできていくんだけれども、それを超えたところで出てくる魅力っていうのがやっぱり美術作品の一番の魅力なんじゃないかなと。で、今回のその茂木さんのセクションの中で選ばれているその絵画の福音というタイトルで選ばれている作品も、もともとのその文脈というのは戦争であったりとか、非常に人間の苦しい状況であったり、あるいは震災であったりというような、苦いテーマというのが、選ばれているものが多いんですけれども、それを超えてこう立ち現れてくる魅力っていうものがやっぱり、美術作品、アートの魅力なんじゃないのかなと。で、そこに、元々の、文脈を作っていく側としての美術館の、紹介する側はの立場というものはあるわけですけれども、でもアートを享受する側に立てば、純粋にそこから見えてくる、まさに絵画の福音、美術の福音というものを受け止めていくことができたらいいのかなと、そういうそのコンテクストを超えて立ち上がれてくるようなもの、オーラのようなものを持っている作品っていうのを、紹介していくっていうのも美術館の役割なのかなというふうに思っています。ぜひ、テリアさんの作品、今原美術館と、あと、8月6日からはアトリックサンシャインの中で大三山の方でも展示されますので、ぜひそちらにも、行ってテリアさんの作品見ていただけたらと思います。じゃあ今日は長い時間ありがとうございました。